黒かぶとを入れてくれるものじゃから。はい。で座りたいものは前に出て同様にな座ってもらって立ってみたいよってものは会場の方でな話を聞いてもらいたいですから。おじゃな尻が汚れんように。ちょっと前失礼してもいいですか。さあどうぞ。さあどうぞ。ありがとうって言わないかんぞ。これどうぞ。道徳の授業やったみたいな戦国史をやるからな道徳の授業じゃないから、その授業は。皆様、日陰のこの辺りも使っていただいて結構でございます。さよさよ、できるだけな。後ろのもの、一度影に入らんかもしれんけど。ああ、しかし暑いでな。集まりすぎると暑くなっちまうかもしれんけど、ちょっと、なんとかうまい具合やってくれ。はい、あちらの方も横巻いておりますので。横巻いておいて。正面からももちろんかっこいいですが、横からでも刑事様はかっこいいです。横の方もぜひ日陰を使っていただいて。囲ってもらえば構わんということで。では、戦場がな、その出参ったということで、これよりは授業の始めて参るわけなんじゃけれども、まあ、何度もな、三人称論は分かるかもしれんが、10分で小旅の授業は、しまいと相なる。10分ばかしじゃ、今何時じゃ?7分でございます。17分には終わるということなんだけども、その前に、名古屋おもてなし部署と初めて見たよというものと、初めて見たよというもの。おー、かまおう、よいよいよい。いや、初めて見た言うのになんでその流れてくんだって。止まってちょうよ、そこはな。しかしな、主はどこから参ったのじゃ。大阪。大阪河内泉、節からよくぞ参ってくれた。ありがとうさんじゃ。我らが時代では、アキンドの町と言われとってるな。戦国武将が治めてない国の一つでござった。非常に珍しい国づくりをしておって、その後に秀吉様が大阪を開封いたして、あそこまでに大きな町になったというわけじゃ。そういったように戦国時代に続く、まあ、断りでござったりと今に通ずるものを皆々に教えればよいかなと思うておる。して我らのことについてな、正直今挙げるのが恥ずかしいものは、夏が瓦版を配りながら授業のを進めてまいりで、遠慮なく途中でな、我に質問したきものがおったらば挙手をしてくれれば前田圭司先生何でも受け答えてまいりで、ぜひとも積極的な生徒には5をあげたいと思うとるで、よろしゅう頼む。では今しがたは配るものはおらんかな。では夏戻ってまいれ。この授業を終えた後には南と交流を深めるべく写真撮影のな僕も持ってまいりで、ぜひとも最後まで場内楽しんでてくれ。では夏授業の合図オーバー。大変お待たせ申した前田圭司の10分で分かる歴史上いざ開講、ありがとうさん。じゃあこたび話を進めてまいるは籠城戦で勝つ、この題目を掲げてまいった籠城戦という話をすれば、まあ幾度かな聞いたことはあるものは多いやもしれんけれども、まあ、籠城戦という南谷の印象で考えるとどうしても負けてしまう、この敗北する側の印象が強いと思う。なぜかと申す現世の描かれる物語によると籠城する者は大体最後に大将が討ち死に自害をするという結末が多いゆえに、やはり負けるというな印象が強い。しかしながら籠城戦で勝った戦も我らの時代には実際にござったし、どのようにすれば勝てるのか、これを南谷にな紐解いてまいりたいなと。実際に現世で籠城戦することはないかないかもしれんけれども、どこかで使えると思うでな、この知識ぜひとも使ってもらいたい。まあ先ほど申した通り負けの印象が強いけれども、どのようにすれば勝てるのか、まずはこちら、備えが不可欠であると。備えが大切なんだよな。戦国史において籠城戦こもるというわけだな。城にこもる、あまたの軍勢でこもる、この名古屋城もそうじゃ。この大きな大きな土地に尾張の藩士たちがこもり、例えば隣の
美濃の軍が攻めてきたらここで応戦するわけだな。ここまでは南は分かるよな。しかしながら戦国史というのは何千何万という軍勢を用いておった。今南野は一人暮らしまたは二人、まあ家族であれば五人、まあ多いところで七八人住んどるかもしれない屋敷に。だいたい一日一升立つのか。一升も立たない今は。だいたい我らが時代は一人一合は食べとったからな。だいたい一升以上は炊いとったものなんじゃけれども、まあ一升というと今多いなという印象を受けたものが多いかもしれんが、何万という軍勢がおればどれだけ米を炊かねばならんのかな。毎日南野が食べるように我々も食べておったということで、たくさんの兵糧が必要。もう分かりやすいな。しかもこれどのぐらいの量が必要なのかと。一日一食分ではもちろん足らん。半年約6ヶ月分の兵糧は城に蓄えておかねばならんかったんだな。いつ何時戦が起きるか分からんから、最低半年分の飯がこの櫓と呼ばれて、この名古屋城の正門のあの2階部分、ああいった櫓、天守、ああいった建物の中に米が納められとったというわけなんだな。また名古屋城の天守で言えば、階層畳の裏に敷き詰めて非常食にしとった、そういった備えをしとった。これが兵糧じゃない、飯が大切だよ。そして続いて兵装、これは武器のことだな。戦うの、どうやって戦うの。そんな我らの時代キックボクサーなんておらんということでな、パンチと蹴りじゃ勝てないということで、どうするかというと刀、槍、弓、鉄砲、武器を用いて戦う。それがない時はどうするか、クワだな、鎌とか物具を使って戦うというわけじゃ。これも何万という軍勢があれば何万という刀が必要というわけじゃな、たくさん必要であった。これも同様に櫓というところに備えてあったというわけだな。名古屋城に例えておるけど。そしてもう一つがこちら、五詰め。これ聞いたことがないよというものが多いやもしれん。これはヌシアの言葉で分かりやすく申すと援軍じゃな。援軍、この牢城においてじゃな、あの西門しかり東門から敵軍も入ってくるというわけじゃ。さすれば防戦一方じゃな、こちら側は。これでは勝てぬわけじゃ、なかなかに。ではこの勝利をつかむのはこの五詰めというものでござって、援軍、例えば織田信長様であればこの五詰めを適任するのは分かるかな。分かるもの、誰に援軍を寄せる。よし、誰だ。明智光秀。明智光秀、うん、ちょっと違う言い方しよう。それは家臣だよな。そう、明智光秀も信長様軍が攻められた時には助けるんじゃけども、同盟を結んどった方がおった。信長様と誰だ。家様。さよう。わしよりも拍手をもらうということだね。そんなことは置いといて、そう、徳川家康様、小野川自身の国と同盟を結んどる武将に援軍を頼む。これはよく聞いたことあるな。美濃斎藤氏かの有名なナムシと呼ばれとった道三公が攻められた折には誰が援軍にいたか、信長様を自らが援軍に派遣された。このように防戦一方ではなく援軍という札を用いることによって挟み撃ちをすることによって倒す。これが牢城戦において非常に大切な3点でござる。この3点を南々押さえた上で、戦国時代どのような実際にやり取りがあったのかという中で、戦国時代というのは大きく分けて初期後期、前まで言えばこう前期後期のような形で分けておるんじゃけれども、どのような時代背景が違ったかと思うと、初期前期というのは南は知ってるかな。戦国時代というのは農民も戦に出ておったんだよな。ヌシアのような一般の者たちも明日戦がござる、刀と鎧を着て城に集えって言われたら守らねばならんのじゃ。故に今となってはむごい話かもしれんが、ヌシの周りの家族が明日命を絶つかもしれん、そんな時代であった。しかしながらそのような時代はやめようと考えた方がおった。それが当時の戦国大名という人間、信長様をはじめとする他の国々の大名たちも、やはり農民の者たち、米作りをしている者たちがあってこその国作りだということで、自分たちだけが血を流せばよいと考えた。故に兵農分離というものを進めるわけだな。しかしながら初期というのは先ほど申した通り農民も戦っておった、兵農未分離の時代であった。そのような時代、牢城戦においては実は牢城側が勝つことが分かった。実はこの兵農未分離と非常に大きくつながりがござる。なぜかと申すと、
先ほど申した通り、兵糧、飯を食わねばならぬ。ということは、攻め手側も飯を食うな。お弁当持ってくるわけじゃ、攻め手側も。それを3日分の腰兵糧と申したんだけど、3日分で戦は終戦するわけがない。この籠城、何ヶ月、何年と戦うのが籠城戦でござる。3日分じゃ無論足りない。ということで、皆多くの飯を持ってくるわけじゃ。しかしながら、飯がそこを尽きてきた。どうするか。帰るしかないんだな、それはもう飯がないんだから。自分の国に帰るしかない。美濃の軍がこの名古屋攻めてきたら、自分の岐阜県に帰るしかないんだ。そうすれば、撤退させることができたということで、籠城しとった側の勝ちとはいなる。な、守り切ったということだ。ということは、先ほど申した通り、名古屋城側は半年以上の兵糧があれば、無論勝てるということなんじゃな。うん、非常に分かりやすい。兵の身分離だからこそ、米を蓄える、作る者がいないから帰らねばならない。それが戦国時代の初期、室町時代の初期。しかしながら、安土桃山時代といわれる豪華絢爛な戦国時代後期になると、織田信長様をはじめとする、兵の分離を進めていく戦国武将がいた国々は違ったんだよな。農民は自分の国で作ってくれる。ということは、その米を持ってくる部隊がおれば、ことをなす。これが実は我らが陣合戦、トーマをはじめとする者たち、小荷田隊と呼ばれる者たちが、その荷物運びとして陣の方に持っていき、それを食べることができた。ということで、信長様が戦が強かったという理由の一つでもある。兵の分離をすることによって、いつでも戦える部隊を備えておった、訓練しておったから、信長さんはすぐに戦いに負けても、またすぐ現世で申すリベンジをかますことによって、勝つ戦ができたということで、前期と後期では戦い方が違い、前期では籠城する側が非常に有利な時代であった。分離が終えた頃には、立てこもる側としてはずーっと敵軍が周りにな、おるゆえに、これはどうにもならんなとなって、城が落ちるということが多かった。南も有名な信長様は、自分の弟とも言える浅井長政と呼ばれる人物を、まあ、死に追い込んだというのも、やはり城攻めによって長きにわたって籠城するものを追い込むということができたからこそ、そういったことができたというわけじゃ。うん、なんかすごく熱くなってきたぞそして実際に勝利した事例を南へ話してまいろうと。何を隠そう、こたび花丸をつけてました。わし前田慶次が大活躍した戦がござる。それが末盛城の戦いというものでござる。こうして、すごいな今の。もう現世のお笑い番組やとダウンタウン出てきたぐらいで終わったということで、10分で分からない授業いかがであったかありがとうさんじゃ。まあ事例を話すことはできなんだが、どのようにすれば籠城する者が勝てるのか、そして戦の動きがあったのか、そういった点については南は知り得たと思う。こういった知り得た情報は、ぜひとも初めて参加した者は何かに紙に書いてもよいし、それを実際に己が自身で戦の友、仕事仲間と飲んだ際に、知ってるか、籠城でこうすると勝てるんだぞ、なんていう自慢話してると、お前すごいな、なんでそんなに戦国史知ってるんだっていやいやいや、そんなことはない、なんていうことにも使えるし、おなごに自慢話をして知的なアピールをしてもよい。そういったところで、我らが集い師は、この名古屋おもてなし武将隊は、名古屋を世界一の観光都市にするべく、歴史の語り部として歴史を語り、演舞といったパフォーマンスをいたして、多くの者たちに名古屋を楽しんでもらいたいと考えておる。ということで、夏也、こちらに参れ。足軽陣合戦の夏も、こたびは叩いただけと思うかもしれんが、すごく良きところで叩くという、あの空気を読む名人でもある夏にも拍手をしてやってくれ。会議であった。ということで、まずは我らが姿を南々に、パラクルキにて収めてもらい、拡散をしてもらおうと考えている。それが我らの戦略でござる。では夏也、もう少し近寄るのじゃ。では数を数えれるかなって。よし、ではこちらが順次目線を配りながらやってまいろうか。かしこまりました。では塔を数えてまいります。あります。
アリアさんじゃ南はぜひとも井戸という漢字を用いて発したくなるもので名古屋おもてなし武将隊でのろしを上げるのじゃ。さすれば多くの者たちに我らが周知活動をしてもらえる。そしてこれにて武将隊が好きになった名古屋城また来たいなと思った者はあちら受付にて名古屋城年間パスポート2000円で売っておる。4回来れば元が取れる。我らが演舞もタダで見れるし我らと写真を撮ることもできる。ということでこれからはわしと二人っきりで写真が撮れる国を設けてまいる。小さなお子を観光等で巻いて時間がなき者、異国の者、体が不自由な者、非常に暑いゆえにな、体調が優れる者を優先的に写真を撮ってまいる。ではなってや案内してまいれ。かしこまりました。では前田刑事様を先頭に一列に並んでいただきます。こちらの日陰を利用してまいりますので、一番でぞ準備ができた方から順次に並んでくださいませ。忘れ物がない。